はい、どうも皆さんこんにちは、バブリオンです。ということでね、今回はね、ウォーゾーン2のランクが、来たということで、僕もね、結構、5時間ぐらいやったんで、その感想と、まあね、現時点、まあベータですけどね、ベータって言ってもあれで完成なんじゃないかな、ほぼ。うん、ベータの時点では、日本では絶対に流行らないなということをね、言っていきたいと思います。はい。まずね、マッチングがね、すんごい遅いです。うん。最初ね、2時間マッチングしなくて、まあ、それはバグだったのかな、深夜だったのか分かんないけど、で、その後ね、まあ、普通にマッチングするようになったけど、それでもまあ、5分から10分ぐらいかかる。5分から10分って短いようで長いんですよ。あのね、フォートナーとかエイペックスとか、バトロワーでですよ。オーバーウォッチとかはね、もともと長いけどさ、ダメージとか、DPS 選んだら長いけど、バトロワーでそのね、5分とか10分は長いです、かなり。はい。エペックスとか2秒でマッチングするからね、ガチで、2秒で。うん、2秒でマッチングするんで、それに比べれば5分とか10分はかなり長い。そして、まあね、無駄にマップが広い。うん。変わってないじゃないですか、普通のカジュアルから。ランクはもうちょっと狭くした方がいいと思うんだけどな。無駄に広いです。そして無駄に人がいます。あ、150人います。無駄に人がいます、これは。はい。で、無駄にリスしてきます。はい。この3つがね、ひどくて、別にカジュアルとかはどうでもいいんだけど、ランクは、1回死んだらさ、射撃場に行って、1on1して、勝ったらリスモンしてくる。これいらないよね。人が全然減らないんだわ、これ。全然減らないです、人が。で、150人いるのにだよ。150人いるのに人がいない。あ、人が減らない。全然減らん。ずーっと。最終演でも50人ぐらいとか残ってたりする。そんなバトルはないっす。APEX の大会かな ?APEX の大会でもそんな人いないけどね。それが普通のランクで行ってるんで、もともと今最強ゲー、今慢性ゲーなので、まあ、そこも仕方ないと思うけど、さすがにマップが無駄に広いし、無駄に人がいるし、無駄にリスボンしてくる。うん。で、射撃場で勝ったら、僕がね、実際に試したんだけど、まあ、最後の方、死んじゃうじゃないですか。死んで、射撃場で勝ってリスボンしてくると。でね、そしたらもう、リスボンしてきた瞬間、空でパラシュート広げて、ずっと漂ってるんですよ。うん、漂ってれば下で勝って死んでるから、それで、ね、順位漏れるっていう、はい、これ、うん、どうかなって思いました。あと、まあね、まあ、芋が多すぎっていうのがありますね。あと、パーティー最強です、このゲーム。まあ、俺ノラでやってたんだけど、まあ、明らかパーティーのやつが3人で突っ込んできて、はい、無事止めされましたね。なんだろうな、 UAB 最強、うん、UAB がそのバトロワーでマップに敵が見えるバトロワ、このゲームしかないですね。うん、他に、なんかバトロワって位置っていうか、もう正直位置バレしたらもうかなりきついじゃないですか。ね。で、アビリティでも何でもない、ウルトでも何でもない、ただのね、4、5000円で買える UAV を UAV でしばらくの間ね、周りの敵が映るっていうぶっ壊れ性能なんで、それをね、さっきの話に戻るんだけど、パーティーで3人で UAB 回してたら、そりゃパーティー最強だよね。うん、3人で UAB 回せばいいんだもん。で、ね、3人で1人ずつ回してて、で、敵のパーティーを壊滅させたら、まあ、その分お金入るから、そこでまたね、UAB また買って、みたいな繰り返しで できるんじゃないかな、と思います。はい。あと、パッド最強。パッドが強い。俺、直差しマウスと、パッド、どっちも試したんだけど、もう、バトロは、てか、ウォーゾーンは、直差しマウスでやってる人すごいと思う。できないわ。まあ、俺がまあ PS4 だからね。PS4 で、そもそも遠くの敵見えないのに、エイムアシストないから、なんか、うんちみたいなこともあるかもしれないけど、正直、アーマーあるじゃないですか。アーマーでまあ体力多いと、ね。普通のマルチより。マルチだったら、まあ、直差しでも強いと思うんだけど、その、バトロワーだと体力が多いので、体力多いゲーム。パッドの方が強いんですよ。APEX 見ればわかるじゃないですか。APEX のプロ、上位陣、みんなほぼパッドにね、移転してますけど、体力が多いほど敵にね、より長い時間エイムを合わせなければいけない。つまり、エイムアシストが最強なんですよ。
でね、そのまあ Apex でも Apex とか Fortnite でもね、体力多いじゃん、あのゲームバトル側だから。でもキーマン強いっすよ、もちろん。フォートナイトはなぜなら建築があるから、建築はもう完全にパッドより、キーボードの方が強いじゃないですか。で、Apex に限っても、まあ、エイムアシストが最強とはいえ、あのタップストレーフだとかね、壁キックだとか、そんなのはその、まあ、タップストレーフに関してはマウスしか、キーマウスしかできないので、まあ、そこでね、キャラコンと、どっちもだよね、フォートナイトと Apex、キャラコンはキーマンで、エイム力はパッドってなってるんだけど、うん、このゲームはキャラコンが一切もう皆無なんで、無です、このゲーム皆無なんで、キーマオでやる意味がない、うん、強みが一つもない、うん、なんなら俺はキーマオじゃなくてパッドマウスだけど、それでもその強みが一つもないんでね、うん、だからキーマウスで FPS やりたい人っていると思うんだよ。それ多分ウォーゾーンやんないよね。あと SR 最強、もう SR がクソ強いです。あの遠くからパンパンパンって抜かれて終わります。はい、一人で歩いてるね。まあなんだろうな、その結局、うん、3パーティー組んで、ね、UAV 回して3人で SR 上手い人固めたら誰でもランク上がるんじゃないかなって思います。はい、まあ、ソロ戦の人はね結構きつい、うん、結構きついですウォーゾーンは。Apex とか他のバトラーの方がマシなレベルで、ノラはきつい、うん、でね、あーまああとね、もうなんだろう、本当に遅いっすね、そのバトルの展開っていうか、150人もいんのにみんな持ってるし、うん、ランクだから仕方ないだろうけど、イモりやすいからね、他のゲームと比べて、他のバトラーと比べて無駄に広いから、で無駄に建物いっぱいあるから無駄にイモりやすいんですよ。で芋っても一回死んだらパラシュートで上から降りてこられるからね、別になんか危機感がないというか、別に一回死んでもいいやみたいなね、あと勝てばね、勝てば一回死んでもいいやみたいな、考えで、まあなんだろうな、まあ、とにかくまとめて言いたいのは本当に遅いですね展開が、うん、ブロンズなのにあみんな今ブロンズだから仕方ないだろうけど、うん、遅いですねかなり。ベータって言ってるけど、ここからどう変わるのか、まあ絶対日本では入らないな、 100% コンマーだと 100% 入らない、まあ、日本人とね、あの APEX が流行ってるように、ゲームスピードが速いゲームの方がやっぱり流行るんですよ。なのでコンマーとね、なんだろう、そのリアル忠実大好きおじさんと、CUD から絶対逃げられないもんしか残んないんじゃないですかね。はい、ということでね、あーまあいや派遣ね、派遣取り戻すとね思ったんですけどね、まあ嘘です。はい、取り戻す。